おはようございます、ご秘典です。本日は金曜日かな、金曜日ですね多分。台風も過ぎ去って暑い毎日が戻ってきちゃいましたね。本日もめちゃめちゃ暑いです。はい、おそらくなんですけど本日多分あのリレーの方はね到着すると思うのでね、ちょっとそれを待ちたいと思います。どうだろう、何時頃到着かな、これ待ち待ちだもんでね、こういうのも時間指定とかもしてないし、まあでもちょっとねお昼までには届くと思うんですよ。だから気長に待とうかなとね。そんな感じで皆様本日も、つまらない動画になるかもしれませんが最後までご視聴よろしくお願いいたします。よし、ちょっと待ってよ。ああ腰が痛い。はい、すぐ到着しました。これが到着したやつです。はい、一応、まるっきり同じやつを撮りました。まるっきり一緒ですね。何がイカれてるのかわからないけど半透明のやつだな。よいしょ。ただこれちょっとねお高いですね。送料も合わせてあの3000いくらしたよ。まあちょっととりあえずこれ、今から装着してみましょうね。はい、それではこれで、まだつけてないですけど、ウインカーが出るところをね収めたいと思います。ちょっと待って、ちょっと待って。よし、じゃあそこまで準備するんでちょっと待っててください。はい、それではキーオンにしてウインカースイッチを入れてみましょう。ついてるね。はい、右。はい、ついてます。フロントもついてます。ということでウインカー直りました。見てもわからないけどリレーがダメになってたってことですね。ただどうも、ここに入ってきた時はまではウインカーちゃんと出てたそうなんですよ。ちょっとオーナー様のねあのお友達のあのガークレジさんがあの書き込みで教えてくれたんで、あそういう風には書いてなかったな。なんだっけ、リレーって突然壊れますよねって書いてくれただけかな。ちょっとそんな感じでやはりリレーだったのですねということですね。よかったよかった。それ以外だったらさ、あのテープで巻かれちゃってるからもしかしたら配線ほどかなきゃなんねえかなとかもね思ったりしたんだけど、直ってくれてよかったですね。それではステアリングを元に戻します。リモコン付きです。便利です。ちょっと待ちます。あとこれ水温計ちゃんと
信頼できるやつだよな。うん、あ、これね、これね、水温と油圧で、こっちで動いてるのは電気。あと走ってスピードメーターが動けばラッキーって感じ。ちょっと待ちます。久しぶりの50年代のシボレー運転しております。うわ、乗り心地はエアサスですねあんまり得意じゃないこういう乗り心地が。まあでも普通に、よいしょ、ハンドル重い。ちょっとね、いろいろねテストします。暑い、走ってらんねえよこんな暑い時に。ちょっと待って、ちょっと待って、熱い、おい、ドア、ちょっと待って、汗だくですちょっと待って、熱い、熱い。まあ今数周しましたけど、ちょっとね、まあ大丈夫です、問題ないです。走り回ってる気温じゃないね走ってりゃそれでもねまだいいけど、暑い。ちょっと待ってね、何回か行ってきます。ちょっと一回汗引くまで待ちます。何周かは走りましたけど、ちょっと汗だくになっちゃうんで、ちょっと一回点検します。OK、 ちょっと待ってて、暑い死んじゃうよ。
だゲロ初。はい、一応テストラン OK ですね。うん、まあまあね、ちょっとね、やっぱエアサスの乗り心地がね、もうね、もうここ数年にわたって私何回もちょっと言ってるんですけど、若い時のようにね、心地よくもう感じなくなってるのでエアサスの乗り心地がまあこんなもんでしょう。あとはね、ちょっとオーナー様に、がね、取り来てくれた時にね、いろんなご説明をちょっと差し上げて、まあ乗り心地はね、もうご自分でちょっと一番フィーリングがいいとこで決めてもらうっていう感じで、まあ目安としてね、まあ来た時にね、ご説明もするけど、目いっぱい空気入れるとタイヤが逆ハの字切るんですよ。まあそれはそうですよね。で、その逆ハの字がなるべくまっすぐ来るぐらいのところがまで落とすと、それがね、もともとのこの車のライドハイド字フロントがね、まあ、それよりね、でもなんだろう、まあ、人の好みによって空気がもうちょっと入った方がいいとか、もうちょっと抜けた方がいいっていうので、そういう走る高さっていうのは変わってくるので、その辺もね、ちょっとね、ご説明はね、差し上げるっていう感じでね。他にもいろいろね、こういうお車乗っててね、いろいろこう時々見てほしいっていうところもね、ちょっとお話ししようかなとは、ご説明をね、差し上げようかなと思って。で、あと心配していた、ある程度走り回って熱が、あ、ちょっともう俺が熱いよ。ここにね、マフラーの上ね、配管が通ってるんだけど、まあここの熱も、まあ今ちょっとね、ある程度走り回ってましたけど、まあ大丈夫かな、ある程度距離も空いてるから。どうせこんな夜、こんな真夏乗らないもんね、本当だったら。今 T シャツびちょびちょよ、びちょびちょ、車乗ってるだけで暑い。よし、こんな感じで、1954年シボレーワゴン、作業完了しました。